おーわーかっけーかっけーかっけーやべえドキドキしすぎたどうしよう。うわ、結婚してくれマジで。うわぜひね、10万人記念にメンバーシップ登録ぜひお願いします。し、レッツゴー。ルーメイ、あー。オレンジ黄緑。オレンジ黄緑水色オレンジ黄緑水色シュッオレンジ黄緑水色茶白ピンクさん、うん、1いますね。ナビゲーション。お、いっちゃん見た、いましたよ今。うん。で、行動としては、原子炉が鳴ったんですよ。原子炉が鳴ったタイミングで私アドミンにいて、アドミンのタスクちょっと先にこなして、アドミンのマップを見たら、ナビゲーションに1って映ってたんで、リアクターのサボタージュって考えるとそこ1したいかなと思って見に行ったらあったって感じ。ゾニキさん見た。ああ。ゾニキさんです。失礼しました。失礼しました、はい。ありがとうございます。とりあえずリアクター行った方行ってきます。はい。そうですね。アベレージ行きました。いた、いっぱいいたぞ。さっきいたんですよ。ゾニキもいました。オラフも行きました。多分もセンターもいる。やっぱりセンターも。多分大事なのが、最後にリアクターに入った人あたりを洗った方がいいと思います。いや、それより右じゃないですか、うん、初手10秒なんで、フルタイム。初手右行ったのはゾニキタケオなんですけど、うんうん、ナビゲーションに入って、うん、ゾニキさんがタスク終わるのを待ってからストレージまで行ってるんですよ、タケオゾニキで。一緒に行動してる。一緒に行ってんすか。だからその2路を追わないのであれば、うん、その後の犯行なんですよ。アメリキさんも右側いましたよ、はい、最初。初手ですか。交通あたりでいた気がします。 あ、そうですね、初手、クロマさんとずっといましたね。ウェポンズの助け2個やって、で僕オーアー O2 行って、多分クロマさんがナビゲーション行ったんですかね。その後リアクターになって、僕は、リアクターの方も行ったって感じです。うん、その時クロマさんは来てなかったです。僕はクロマさんは見てないな。多分 O2 いる時に通ったのかな。まあ、リアクターのタイミングが都合良すぎるから、うん、なる直前だろうなって思うけど。あ、うん、おそらく私もそう思います。うん、だからなんか、都合が良すぎるからなんか。リアクター鳴った時の位置とか洗った方がいいんですか。じゃあ私ストレージでしたけど、これエレクトリカルかな、はい、エレクトリカルで多分武雄さんとすれ違ったのその時。はい、いやでもクロムさんのそれ以降の目撃情報ないから、うん、そうですね、うん、初手ので押しますこれ。うん、もちろん了解です。アベレージさんっぽいな、これ。これも、僕特有のあれだけど、あれかもしんないけど。リアクターを洗うタイミングがちょっと早かったな、人間にしては。これはちょっとまあ議論には持ち込まんとこ。説明に時間かかるし。かかった上で薄い様子だから。はい、押しました。で、ちょっとアベレージ行動言いたいんですけど、O2 やって、その後停電ら辺で確かウェポン通ってカフェテリアのアドミン入りました。で、アドミン情報を見たときに、確かエレクトリカルに4人ぐらいいて、ナビゲーションが、ま、
記憶間違いかもしれないですけど一人いたんで、まあ、その時ぐらいには殺される前後ぐらいなのかなって感じですね。どうだろう。エレクトリカルにいたのってスナッパーピカプラス現場では覚えてるけど、はい、もう一人いた。また分かんないです。覚えてないですね。これ薄い揺さぶりなんだけど、うん、アベレージさんはその情報を持っておきながらリアクターに入った人を洗ったんだなって思っちゃったな。その前後で殺されてるっていう情報を持っておきながら、はいはい、リアクターに入ったのを真っ先に洗ったのはアベレージさんだったから。ちょっといい、はい、あのさ、はい、今のターン、今ボタン押されたターンってさ、ピカクロスって円卓のどこにいたっけ。円卓のところの上の方にいたけど、一、うん、回サボタージュが鳴った瞬間、うん、あのサボタージュがかかったでしょ、うん、そのタイミングで直しに行こうかなと思って下に降りたんだけど、いや、円卓のそばにいた方がいいかなと思って戻ってるって感じ、うん、なんか、ね、だからボタンの前をちょろちょろ動いてる人が一人いたと思うんだよな、うん、ボタンを押す構えじゃない人がいた気がする。あと私が多分ちょろちょろ動いてて、人数的にあの問題ないかなと思った。仮にインポスターがキルされても多分すぐに誰かがリポートできる状態だったなと思ったから、まあ、キルしないでしょ今のタイミングで。遅延もしないしキルもしないでしょインポスターは。うん、まあ一応遅きがあるかないかっていうのだけ気になった。あ、なるほどですね。他の人が押してくれるかなと思ってたぐらい。全然通ると思います主張は。オッケーオッケー。分からん、わかんないな今回。まあ死んだタイミングがわかんないもんね。うん、誰が右行った、はい、オラフさんかな。あ、僕も右行きました。はい、うん、リアクターになった時はカフェテリアにいました。で3番目ぐらいに高田さんと一緒にリアクターの方入ります。僕微妙だったら誰かペア組んだ方がいいですかね。じゃあ僕と組みますか。はい、いい返事、素晴らしい。いなくね。いや、組ということで、まあ、自分から組みに行くのはまあいいですね。かなり革新的な情報じゃないかな。 2% ぐらいですけどね、要素としては。今日の気づき方やらない第1位はごめんな、そのままにおマイナスのあなた。おマイナスのあなたは配信中に YouTube のチャンネル登録が10万人に到達してしまうかも。ラッキーアイテムは Twitter のでチャンネル登録10万人いったっていうツイートのリツイート。ガクロス足りてるね。一応今回僕とセンターさん無理です、うん、ね、僕と終わったんで押しに行ったんですけど、 O2 の方を直してたのはピカクロスさんです、うん、でその後カフェテリア方面に向かってると思います。じゃあ高田さん見てない。俺最後、いや俺ピカ見たけど誰だこれ。あ、O2 とナビゲーションの間ぐらいで、竹雄さんとスナッパイさんとすれ違いますよね、確か。うん、で、俺、ウェポンで今、シンちゃん始めたとこなんだけど、高田健士とすれ違ったよ、カフェテリア方面から来たはず。あ、ほう。ピカさん殺されたのじゃかなり直近ってことですか。ピカね、俺、アドミンあたりですれ違ってるはずだから、アドミンからカフェあたりで。誰かいた、そこ。センター、アベレージ、あともう一人、竹雄さんだっけ。竹雄さんいた、オレンジちゃん。そうです、そうです、そうです。だよね、俺、下から上がってって、その3人は見て、スナパイ、センター、アベレージは、多分殺せない。無理ですね。うん。竹雄さんも多分無理だと思うよ。うん。じゃあ、濃厚オラフ君なら、それだったら。僕は、アドミンの O2 解除したから、多分センター、死んでー、これ。
ゲンさんが地帯消したっていう発想いや、ある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 。なんかあるあるカフェテリアで見てるはずじゃないのその証言確かったら。ピカクロスさんを。そうですよね。死体かつか、ピカクロスさんが O2 直したのまではだって確定情報なんですよね。私 O2 直ったから押しに行ってるんですけど。いやー、どういう O2 方面に行って。ウェポンからは見えない範囲だった。だからカフェテリアの右端にはいないと思うよ。うわー。ゲンさんが押した経緯とかも洗ったらどうですか？ルート。ルートっていうか、私センターさんとアベレーさんの後ろからずっと走って行ってたの見てませんか？そもそも。え、そっち側にいたの？見てないです。はい、ずっと私左いました。いや。だからアッパーエンジンのとメッドベイの間ぐらいでリア、はい、あの O2 直そうか迷ってちょっと歌、はい、おたおたした後にカフェテリア取っていったんで、私お二人の後ろからついていっていて O2 の方まで走っていったんですけど O2 が直ったのでカフェテリアのボタンを押しに行っただけです。でピカクロスさんが、アドミン側の O2 直されたって情報は皆さんの情報から得てるだけです、はい、アドミンじゃないです。 O2 側です。 O2 が直されたんですか？はい。12人でやったからちょっと×の位置がねちょっとずれてます。すいません。3はもう濃いね。これやべ、コミ対策しとけばよかった。いるか。はい、あー間に合ったか。あぶねー、危なかったですね。今来ました。で私今情報ずれてましたね。 O2 がピカさんが直されたんですね。そうです。わかりました、はい、じゃあアドミン側誰が直されたんですか？あ、俺。あ、それは僕が見てます。多分オラフ君が見てる。はい。じゃあオラフさんが筆頭になる理由って何ですか？さっき高田さんがおっしゃってた。だから俺ピカクロスと、アドミン側に入っていくピカクロスを見てるから。いつ高田さんが出たってことじゃない？だから俺がアドミン側から出るときにピカクロスってカフェテリアの方から下ってきて、アドミン側のあの通路ら辺で俺ピカクロスと交差してる、うん、あ、そこで見たんだ。ウェポンでカフェテリアに入っていくとこを見たんじゃないんだ。じゃないじゃないじゃない。なるほど。でそれだから、うん、生きてる。だからセンタースナッパイアベレージは俺して絶対無理だ。なるほど。わかるわかるわかる。オラフさんってそれって見ました？入ってくるの。誰かいたのは見たんですけど、それがピカクロスさんかどうかは見てなくて。やで、その後僕ストレージ行って、ストレージの右下のタスクやって、はい、で、ストレージの上行こうと思ったらドア閉まってたんですよ、カフェテリアとストレージの。で、上行けないっていう状態で僕カフェテリア。あ、合ってる合ってる合ってる。多分合ってる。でもそれ、はい。そう。あ、合ってんだ。ちょっと待ってよ。そうですよね。そうですよね。俺ね、降下するときに、そう、ストレージの扉が閉まったから俺カフェ側に抜けたの。僕は閉まって上に行けなかったんで、うん、それじゃ扉が閉まったんだよな、はい、それは合ってるな、うん、はい、じゃあ素直に考えるんだったら、いや分かんねえ。ただまだステージの扉が開いた後オラフさんがアドミン入って殺してる説もあるから俺マジ分かんない。もう一個あるよ、もう一個ある。ゾニキさんに行くんだよ、はい。うん、ゾニキさんがだからストレージより左側、まあ、半分より左側で死んでる可能性が今高いんじゃない、うん、あ、これゾニキさんこのターンに死んでるの、うん、このターン、うん、あ、そっか、ごめん。だから、別にオラフ君がこの件の犯人じゃなくても、ゾニキさんの殺害をしてる可能性は全然あるよっていう話。ああ、なるほど。まあ、でも直近でしょ。ツイリスとゲンもあるんですよね。ゾニキさんが左側で死んだから、ゲンほとんどのこと。でもゲンさんもある。だから、ゲンとオラフさんは、両方できた人物ってことになっちゃう。そうですね。ゲンさん、後ろからついてきたって言ってますけど、アッパーエンジンら辺からってことですか？はい、お二人がメドベイ付近で走ってるところで追いつきました。ゲンさん、落としたいかな、個人的には。あ、ごめんなさい、先スキップ入れちゃった。俺1個前の殺害もオラフ君が容疑者でしょ。オラフさんに入れちゃったわ。ああ、ごめんなさい。あ、入れない。いや、これ入れたかった。ペア組みましょうか。もう1回見ます。あ、じゃあゲン押します。高田さんと、ゲンさん、じゃない西隊からの、多分ボタン押し、ゲンさん黒軸で行くんだったら、それはちょっと違う気もするからな。目の前で2人死んでの把握してボタン押しはちょっと縛られるのが怖くてできない気もする。それとはレポートの方が気がする。考えすぎかな。あ、ゲンさんがキルしてた。間に合わなかったね。はい。ベレージさんキルね、ゲンさんが。なんでセントンさんが分かるんですか、それ。見たからです。あ、リアクターの下です。僕が直して、アベレさんが入ってきて。私が直しました。で、僕が直しました。いや、昨日、釣った方がよかったな。うん。
ゲオラ、これ私が振られる流れなんですか。そうじゃないですか。先端さんの黒は一切追わないんですか。ただね、ここ、まあ、原産で片方落ちる可能性は結構高いと思うけど、それで止めるかどうかの話をした方がよくね。何止めるとは。ん ?6 人でまだ1釣りもしてない状況だから、2人釣って4人で1浪ってやる構造作った方が安心じゃない。んえどういうこと。オラフさんの容疑が入れてないかってことじゃないですか。あー、なるほど、なるほど。俺個人的にはよ、個人的には原産とオラフ君両方釣って終わるまであるかなぐらいに見て。ああ、マジ？僕、オラフさんじゃない気がするんだよな。あ、ごめんね、それ理由があって、原産が、あの高田さんに対してオラフさんが筆頭位置だって疑ったのはなんでですかっていうカバイが入ったから、ちょっとここにロー疑ってたのね。あ、待った、あ、どうも、ごめん、撤回するわ。初日のキルもあるのか、撤回します。そう、初日がオラフさん用でした。高田さんと、まあ原産も多分初日は無理だ。全部原ですだから。全部原ですよ。4キル原です。出た。これ一緒にペアとかダメですかね、僕。竹尾先端が多分昨日、原産に入れてるんで、そこはまあ白目に見れるんじゃないですか。先端オラフじゃあ一緒に動けばいいんじゃない。先端ってだってさっきのキル、アベレージが村ってことはもう絶対アベレージさんと一緒に行動してるんだったら先端も村でしょ、だって。一下上がってるわけだから。行動共にしてた先端は白でいいんじゃない？だよね。2キル起きてない。まあ4キル、あの全キル減算じゃなければ。あー、なるほどね。あ、まあ、それもあるのか。まあ一応あるんですよ。いや、でも、あー、てか、僕どうしたらいいですか？そうか、ダブルキルばっかり。オラさんと、オラさんと、俺は僕動くけど、うん、3キル全然あり得るから、まあ、タスク意識ちょっと低め。はい、あ、わかりました。早い早い。はい、ここ組んじゃうとタスク進まないんだよな。初日の木で原産あり得るんだったら原高田もあり得るか。原産でもどうだったっけ。なんかオラさんじゃない気がするんだけどな。気のせいかな。ミスったね。どうも。スナパイさんが言ってましたね、はい、電柱に。え？僕殺したかったんだろうけど。スナパイさんなんだ。ちょっと待って、どういうこと？スナパイさんがヒカクロスさん殺し。今コミュニケーションの前走ってエレクトリから向かってる最中。初日キルがナパイさんか。じゃあ高田さんがどこ行ったか。俺セキュリティ。なるほど。カメラ見てました。見てない。セキュリティのタスクをやった。で終わり。そこで。竹尾今最終位置エレクトリカル入ったとこです。うん。スナパイさんが、スナパイさんが、オラフ先端の方に向かってるのは確認してます。あ、じゃあもう。いや、あぶね、マジか、あぶねえ。あんま考えてなかった、スナパイさん。スナパイさんは、原産に投票してるから、この2日前に。僕はもう、全部無理じゃない、犯行がそもそも。無理無理無理。確かに。そう、ピコクロスさんの殺害も絶対できなかったと思う。ピカ殺害は原産だ。ピカは原産っすね。うん。多分カフェテリアで殺したんだと。かな？まあでもあれじゃね、クロモさんとゾニキは僕ですよ。そう、あのナビゲーションのクロモさんと下位置不明のゾニキさんは僕。マジか、うまうまいでしょ。うまい。投票しないっていう点線あるね、これ。投票されないっていう線ある。あれ、なんで俺死んでる。あれあれあれ、間違えた。あれ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 、ジージー。いや、マジか。いや、すげえ、スナパイさん、マジで。すげえ、すげえ。完全に、オラフさんだと思ってた。いや、今、絶対僕、
目の前でセンターさんやれるなと思って、うん、センターさんのところも肉壁になろうと思って、ずっと。いやー、いや、ナイスだ、それは。優しい。ナイス。いや、オラス、僕が死んだら最悪だったから。わかんなかったよ。そうですね、そうですね、オラスさん。絶対これでセンターさん食べられるわと思って。かっけえかっけえオラスさん。あれねー、ゲームの使用上、殺したらその二人の上に一回重なりに行くんだよな、この体が。あそうなんですよね。あ遠くでちょっとキルして、そのままスッと逃げるができないんだよな、あれ。うん、完璧に重なられた。すぎだな。いや、惚れちゃう。かっこいい。危なかったっす。それなかったら、多分オラスさん。ね、全然先輩さんには届かなかった、絶対、生が。すげえ。そっちかーいって言って殺しましたね。いや、なんか、ちょっとずつ近づいてくるスナパイさんがナビゲーションのところから見えたんですよね。おーわー、かっけえ、かっけえ、かっけえ、やべえ、ドキドキしすぎた、どうしよう。うわ、結婚してくれ、マジで。うわ。おらせんだ、おらせん。僕だったら絶対、お前が身代わりになれて絶対やってるけどな。どんな状況でも俺は死にたくねえってなってるけどな、すごい。かっこいいな。オッケー。いや、ちょっと、ミスりました。ごめんね、ゲンさん。あー、とんでもない。私ももう、いろいろやらかしてるんで。ギリギリなんとか、ちょい出直しただけですから。そう、ベンさんに殺される前、ベンさんがゲント、あの、ベントから出るのを見てて、ボタンを押しようとしてしてたんですけど、失敗しちゃったんですよね、そのボタン押し。そう。ベンさん。あと、センターさんギリ見えるんですね、あの位置。センターさん、ゲンが、安倍さん殺してるの見えたとおっしゃってたんですけど、ああリアクターですよね。あもう余裕で見えるんですか。あ割と余裕で見えるんですか。ええー。まあちょっと俺がもう少しボタン押すの早かったら違ったかもね。リアクター後の。ああまあまあでも。あそっか。あそこあ確かに。切りさせてたのか。エマージェンシーは僕で。リアクターでキルして行ってこいゲンっつって。ポケモンみたいな。うん、まあカフェテリアに高田さんいたから高田さんキルする手もあったんだけど、ちょっと動いたらまずいかなと思って近づいてこい近づいてこい来ないんかいうーっつって鳴らしましたね。うまいな。あ今回でもちょっと白のふりするのが上手くなってきたんでインポスター楽しくなってきたぞ。いやーべーうめえマジで。疑ってました誰か。いや全然全然名前も上がんなかったね。全然疑ってなかったな。なかったなぁ。高田さんだと思ってた。さんにえ、俺ででも高田さん無理で、高田さん、ゲンさん、クロムさん無理だしな。あれでもおかしいなってずっと思ってた。まあ、でも一応ピカクロスキルとかできたか、俺も。でっきりできると思う、ね。できる、できる。余裕でできるね。ピカクロスキルは。うんうん。最初は高田さんに塗るつもりで言ったけど。そうだ、俺は多分そうか。あのタイミングは結構塗れるタイミングだった。マジか、うめぇ。けど。オラスさんのスーパースーパー身代わりスーパースーパースーパーですね。スーパーに当たってくる作戦でアーマーがある。そうか、そういう戦略もあるのか。俺が死んだ方が。あーかけ、俺がアーマーになる。